はいえー、どうもどうも、し東マズです。えー、今回は、セール品のね、セール品の、セール品の、えー、セール品のコリドラスパンダ、3匹で398円。これを、2つ。 2つ買ってきたので入れていきたいと思いますいや僕が行ってるいつも行ってる店だと、えー、3匹で698円でコリドラスパンダは売られてたんですよだけど今回はセールということで398円3匹でとても安いなって思ってちょっと大人買い可愛い大人買いをしてみましたであのー、なんだっけ あれを水合わせを一気にやっちゃいます、まあ、同じ水槽にいたわけじゃないので、あのー、こう分けてちゃんとやってますはい、えー、まあこんな感じで水合わせしています はいえー、まあこんな感じで水合わせをすることができたので <laughs> 生態を導入していきたいと思います餌だと思ってレインボーが思いっきり近づいてそして見えないあーすいません見えなかったですえコ、ー、レ、まあ、ドラスパンダを今3匹入れましたいやー見えなかったですね申し訳ないです はいえー、もう3匹も入れていきたいと思いますあれ1匹だったいやーコリドラスコリドラスのパンダは結構かわいいっすねあのー、おこれで6匹合計6匹入りました いやーとってもなんか癒されますねコリドラスまだちっちゃいんででもこれを増やしていきたいと思いますねこれからはいえー、まあ最後にちょっと水合わせで減らしちゃったんでまあ新しい水を入れていきたいと思いますでレインボードワーフ ドアフレインボーはあのー、水替えを多くした方がいいらしいのでなんか新しい水が好きらしくてあの多くした方がいいので多くしていますまあこんぐらいですかね僕んちはだいたいこれくらいの水量にしています ヤマトヌマエビもね、結構、あのエアレーションしてからなんかはちょっとよくわかんないんですけど、結構働いてくれてよかったです。はい、えー、まあこんな感じで、まあ最初は固まってましたね。まあ後ろのやつは動いてるんですけど、えー、この水槽には、あの、コリドラスパンダが最初に2匹いたので、今合計8匹いる状態になります。で、あの、 うーんと、なんだっけな。まあ、湧き水は取っちゃうんですけど、湧き水を取っちゃうので、あの、低床を汚さないように、あの、掃除をこまめにしていきたいと思います。あの、なんか病気になっちゃうらしいので。はい。えー、まあ、ここからは、えー、まあ、映像は流してるんですけど、あの、アンケートというか、 もうツイッターでもちょっと聞いてみたんですけどあの海,水魚海水魚水槽を今のままもうほぼなんか微妙なんですけどそれを続けるかレッドビーシュリンプを新しく追加するかで今悩んでるのであのコメント欄でどっちがやってほしいとか どっちをやってほしいとかがあったらあのー、ぜひコメント欄でお願いしますあのー、ツイッターで聞いたらもうツイッターではレッドビーシュリンプが完全に勝ってましたっていうか海水をやってほしいというあれは一切ありませんでした <laughs> ということでまああのー、コメントしていただければ幸いです ではご視聴ありがとうございました。さよなら。